日本群馬県前橋市藤見町田島藤見町田島は、群馬県前橋市の地名。旧藤見村時代は、住所で、聖田群藤見村大技田島の地域である。また、前橋市合併後は、春す川町と同じように村名の藤見村が藤見町となり、その後大技名が付くため、前橋市藤見町〇〇となる。面積は1.2平方キロメートル。 郵便番号は371-0114。赤木山南西の裾野部に位置していて、西賀、沢川が地域の西端を北から南に流れている。江戸時代頃からある地名で、官営12年から前橋半領だった。古くから行政上の中心地で、1889年に原の里から村役場が移転してきて以来、富士見村役場は当庁にあり、 現在も前橋市役所藤見支所が同庁にある。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はない。関越交通が運行を行っているデマンドバス方式のルンリュンバスがある。日本中央バスが藤見温泉線の石井経由。 山口経由の便で、町内の富士見公民館に、路線バスのバス停がある。県道の群馬県道34号渋川大五線と、群馬県道151号津久田停車場、前橋線が通過。前橋市立図書館富士見文館自主避難所が1カ所、一時避難所が1カ所、二次避難所が2カ所、ある。また、二次避難所は、近隣の町も、 避難対象区域となっている。ありがとうございます。